アイテム番号。SCP-656JP。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-656JP はサイト、8104の標準非生物オブジェクト収容ロッカーに収容されます。その際、各 SCP-656JP は異なるロッカーに収容されなくてはなりません。SCP-656JP を使用した実験を行う場合、すべての実験関係者に規定の高認識災害処置を実施してください。説明。SCP-656JP は 500ml サイズの23本のペットボトルです。SCP-656JP の異常性は複数の SCP-656JP が隣接した時に発揮されます。隣接した個数に応じて認識した人間に以下のような異なる精神的、肉体的影響を与えることが判明しています。隣接した SCP-656JP の数、認識した人間への影響。2から5本、認識者は SCP-656JP 群へ近づくにつれて嫌悪感を覚え、SCP-656JP から5メートル以上離れて行動しようとする。6から10本、認識者は SCP-656JP 群と10メートル以上距離を取ろうとし、強制的に10メートル以内に近づけると嘔吐する。11から15本、認識者は SCP-656JP 群を認識した瞬間に30メートル以上距離を取ろうとする。強制的に SCP-656JP 群と30メートル以内に近づけると失神する。16本から20本、認識者は SCP-656JP 群を認識すると即座に SCP-656JP 群、その周囲50メートルに及ぶ空間を知覚できなくなり、結果として SCP-656JP と50メートル以上距離を取る。また、そのことに違和感を抱かない。強制的に50メートル以内に近づけると意識を失うが、無意識下にもかかわらず肉体は SCP-656JP から離れようと歩行や走行を行う。21本以上、認識者は上記と同様に SCP-656JP 群、また周囲90メートルに及ぶ範囲を認識できなくなる。また、この状態の SCP-656JP 群について記述した文章、画像、SCP-656JP-1 はそれらを認識した人間に軽度の嫌悪感、不快感を与える。これらの影響は隣接する本数が増加するにつれて認識災害強度が増しますが、すべての SCP-656JP を隣接させたとしても財団保有の高認識災害技術でほぼ無効化できます。SCP-656JP は2014年、岡山県、市にて、道路に見ていると気分の悪くなるペットボトルがある、との報告によって財団の知るところとなりました。SCP-656JP の財団における任務への活用については現在議論中です。自動アラート。これは全職員に向けての通知です。警告。以下のファイルは反任務的特性を保有している可能性があります。ファイルに接触する前に対情報災害部門へこのファイルを報告してください。これは81地域ブロック財団システムによって自動作成されたレポートです。撮影された画像。事案、A884。優先度、クラス。検出日時、2013年07月29日。状態、対応なし。座標、34.5918、0913.3826、78。経緯、FV408 号財団児童調査機が定期巡回中、半径 1.5km ほどの未入力の地形を検知。映像撮影及び各種データ計測後、期間、調査隊の派遣を要請中。詳細、500ml サイズのペットボトルの集合体。調査機が不明な発信源からテキストファイルを受信。
計測されたデータについては、添付ファイルを参照してください。システムログ、事案を検出しました。最寄り収容サイト、8104の管理部門へ通達を行い、調査隊を要請します。応答なし。サイト、8104の医療部門及び対ミーム、情報災害部門へ緊急通達。応答なし。サイト、8104の全職員にレポートを緊急通達。応答なし。81地域ブロック管理部門、及び医療部門、対ミーム、情報災害部門へ緊急通達。応答なし。応答なし。81地域ブロック全域にレポートを緊急通達。応答なし。応答なし。財団管理部門、及びミーム、情報災害部門本部へ緊急通達。応答なし。応答なし。応答なし。このレポートは非常に強力な反ミーム特性を保有している可能性があります。このレポートは有効な技術が開発されるまで本システムが把握している全ての財団コンピュータへ定期的に送信され、アラートとして表示されます。FV408 号機が受信したファイル。来てしまったんだな。我々の素性を明かすことはできない。それは即、お互いの不利益につながる。ただ、もともとは君たちと一緒だったものだ。我々が使っているこの人よけが、もしかしたら君たちに迷惑をかけているかもしれないな。すまない。迷惑をかけておいてなんだが、一つだけ頼みがある。近づかないでくれ。我々は君たちに危害を加えるつもりはないし、君たちもまたそうだろう。が、これは悪意の有無には関係ない。離れるんだ。早く。我々が君たちを食ってしまう前に。